皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。本日の動画は、今年の4月に予定されている鉄道関連の情報を紹介してくぜ。4月は入学や入社など、これから新天地で頑張っていこうっていう人も多いわね。期待の反面、不安もあったり環境が変化で大変な人も多いだろうけど、鉄道に関しても春から色々と変わったことが多いわね。新しく走り始めた列車や、新しく開業した路線に、早速乗ったという人もいるかな。視聴者の皆さんの中にもいるかもな。ぜひコメントで教えてほしいぜ。そんな春から色々と新しくなった鉄道だが、さらに4月もいろんな情報が目白押しだ。4月は花粉も徐々に収まって気候も良くて行楽シーズンね。鉄道に乗って旅をするにはとてもいい季節だから、どんな列車が運行されるのか、どんなイベントがあるのか楽しみだわ。それでは早速スタートだ。ゆっくりしていってね。最初は、4月の車両関連情報だ。新幹線の生まれる町として有名な山口県下松市では、4月27日、道路を走る鉄道車両見学プロジェクトが5年ぶりに開催されるぜ。新幹線が生まれる町？そうなんだ。鉄道で山口県下松市といえば日立製作所笠戸事業所があることで有名で、新幹線車両を含めて多くの鉄道車両がここで製造されて日本全国に、時には海外の鉄道車両も製造されて海を渡って海外にも出荷されているんだ。へえ、下松市には鉄道車両の製造工場があるんだね。でも、今回開催される道路を走る鉄道車両って？下松市では、これまで2017年と2019年の2回、海外に輸出される鉄道車両の陸装を公開するイベントを開催して、ものづくりの街、鉄道産業の街を全国にアピールしようという試みが行われたんだ。この全国的に珍しいイベントを目当てに、2回とも約3万人の観光客が下松市を訪れたそうだぜ。新幹線の車両は製造された後トレーラーに乗せられて運ばれているのは知ってるけど、大体深夜に輸送しているイメージだわ。それを街の観光資源にするなんてとても面白い取り組みね。前回と前々回は、いずれもイギリスに向けて出荷される800型高速鉄道車両が、日立製作所笠戸事業所から船に乗せられる下松第2埠頭まで 2km の間を、トレーラーに乗せられて運ばれる様子が公開された。とてもかっこよくて速そうな車両ね。道路をこんな車両が通っていく光景を見られるのはすごくインパクトがあって、下松市で作られた鉄道車両が世界中で走っているということが分かって、下松市にとって、とてもいい PR になるわね。今回の車両も海外に輸出される車両なの？そうだぜ。今回陸装が公開される車両は、台湾の特急用車両、EMU3000 型だ。この車両もとてもかっこいいわ。台湾に行ったら乗れるんだね。この EMU3000 型は、台湾鉄路の特急、事業号の新型車両として、旧型車両で運行されていた事業号や、客車急行の巨行号を置き換えるために、登場した車両で、最高時速は 140km だ。日本の JR の在来線特急より速いわね。日立製作所が導入される予定の600両すべての製造を受注していて、笠戸事業所で製造されて船で台湾まで出荷されている。今回は、この EMU3000 型が笠戸事業所から下松駅南口までの 3.3km の間をトレーラーに乗せられて往復する予定だ。下松市が鉄道車両が生まれる町として、世界的に有名になるいい機会になるといいわね。続いては、4月に運行される特別な列車関連の情報だ。まずはこちら、三重県の桑名駅と岐阜県の揖斐駅を結ぶ養老鉄道では、4月6日、養老の日としてイベント列車、養老号を運行する。語呂合わせで、養老の日ってことね。養老号っていうのはどんな列車なの？養老号は、元近鉄の600系電車2両編成を2本連結して、普段は運転されない4両編成で運転される。使用される600系車両は D4 編成と D6 編成。D6 編成は、南大阪線のラビットカー塗装の車両だ。使用される編成の番号も、養老、なんだね。普段は4両編成は運転されていないの？普段は2両か3両での運転だな。4両編成というのは、養老鉄道では普段見ることができない長大編成なんだね。続いてはこちらだ。京都の嵯峨野観光鉄道では、3月23日から4月7日までの期間限定で、春のライトアップ&イルミネーション列車を運転しているぜ。嵯峨野観光鉄道といえば、嵯峨野トロッコのことだよね。そうだぜ、京都市の嵐山にあるトロッコ嵯峨駅から、亀岡市のトロッコ亀岡駅までを結ぶトロッコ列車で、川下りでも有名な保津峡渓谷に沿って走る。もともとは山陰本線の線路だった路線で、現在の嵯峨嵐山駅の嵯峨駅から馬堀駅までの間が新線に切り替えられた後、景色がとても良かったこともあって、観光用路線として再活用したものだ。トロッコ亀岡駅の JR の最寄り駅は、亀岡駅じゃなくて一つ京都寄りの馬堀駅だから、そこは注意が必要だな。
彫刻の景色がとても綺麗な列車で、いつの季節に乗っても綺麗なのが魅力的ね。いつもは、10時台から16時台にかけて、下りは嵯峨野3号から15号まで、上りは嵯峨野4号から16号まで、1時間に1往復運転されていて、繁忙期2枠時台に嵯峨野1号と2号が運転されているんだが、今回は、最終便の後の夕方の暗くなる時間帯に追加で列車が運転される。沿線はライトアップやイルミネーションで装飾されて、明るい時間帯には見られない幻想的な車窓を見られる列車となっているぜ。車窓がライトアップやイルミネーションで明るく彩られるなんて素敵ね。春のライトアップ&イルミネーション列車として設定されるのは、トロッコ嵯峨17時10分発の嵯峨野81号と、その折り返しのトロッコ亀岡17時43分発嵯峨野82号だ。4月1日まではトロッコ嵯峨18時26分発の嵯峨野91号と、その折り返しのトロッコ亀岡19時10分発の嵯峨野92号も運転されるぜ。この期間に乗ってみたいわ。嵐山から近いし、京都の観光の一日の締めくくりにぴったりだわ。この臨時列車も、他の定期列車と同じように全車指定席となっていて、ネットなどから予約できるほか、座席に余裕があれば当日券も発売されるぜ。続いては、4月から運行が開始される鉄道路線に関する情報だ。まずはこちらだぜ。高架化工事のために、2021年5月から3年にわたって運休し、バス代行となっていた。南海高篠浜線が、4月6日の始発から新しい高架線で運転が再開される。沿線の人たちからしたら待ちに待ったという感じね。高篠浜線は、南海本線の羽衣駅から高篠浜駅までの 1.5km の路線だ。今回、高架化工事が完了して全線で運転が再開される。代行バスでは約15分かかった所要時間は鉄道の再開で3分に短縮されることになる。やっぱり電車の方がかなり早いんだね。朝夕のラッシュ時は1時間に4本、昼間は1時間に3本の運転となる予定だ。途中駅のキャラバシ駅と高篠浜駅には新しく多機能トイレも新設される。便利になってよかったわ。続いてはこちらだ。冬季は運休となっている黒部峡谷鉄道は、今シーズンは4月20日に運行を開始するぜ。黒部峡谷鉄道は、富山を観光するならぜひ乗りに行きたい列車よね。毎年冬は運休するんだよね。そうだぜ、毎年春から秋にかけての時期に運行されている。今年は、4月20日に宇奈月駅から笹平駅まで、5月1日に金釣駅まで、5月10日に欅平駅までの全線で運転が開始される予定だ。徐々に延長していく感じなんだね。トロッコ列車でしか見ることができない景色を見に行きたいわ。続いてはこちらだぜ。能登半島地震によって被災し、1月以降運休が続いていた石川県の能登鉄道は、4月6日から全線での運転が再開される。3ヶ月で全線での運転を再開することができたんだね。ここまでとても大変だっただろうね。一時期は今後復旧されるかどうかも心配って思ってたぐらいだったけど、再開されるようで本当に良かったわ。能登鉄道の線路は JR 西日本が保有していて、能登鉄道に加えて、JR 西日本と国や沿線自治体が復旧に注力した結果、今回の早期復旧が実現したと言えそうだ。一時は復旧の目処が立たないとまで言われ、被災してなかなか復旧が進まない路線や、そのまま廃線になってしまう事例もある中、今回の能登鉄道の復旧はとても早かったと言えるだろうな。これからも能登鉄道は、能登地域にとって重要な鉄道路線として走り続けてほしいわ。続いては、4月に予定されている鉄道イベントについての情報だ。まずはこちら。JR 東日本大宮支社では、4月7日までの期間、春だよ、宇都宮線鉄道カードラリー、北関東の湘南色編として、宇都宮線の駅にある対象店舗で一定以上のお買い物やお食事をすると、宇都宮線の歴代の湘南色車両のカードがもらえるカードラリーを開催中だ。お買い物をするとカードがもらえるの？どこの店舗でもらえるのかな？東大宮駅のニューデイズ東大宮で、700円以上の利用デイ231系のカードが、久喜駅のベックスコーヒーショップ久喜で、800円以上の利用デイ233系のカードが、古賀駅改札外のバルコガ内の花の蓮バルコガ店で、700円以上の利用で、メルヘンガオの205系のカードが、古賀駅のニューデイズ古賀で700円以上の利用で205系のカードが、小山駅の下野名品館桜道ビラ小山にて、700円以上の利用で211系のカードが、ニューデイズ小山で700円以上の利用で115系のカードがそれぞれもらえるぜ。いずれも交通系電子マネーでの支払いのみが対象だから注意が必要だ。へぇ、全部集めたいなぁ。すべて集めてゴール店舗のニューデイズ小山に持っていくと、集めたすべての鉄道カードを収納することができる。宇都宮線鉄道カードラリー記念台紙をゲットすることができるぜ。達成感があるわね。宇都宮線沿線を巡りながらカードを集めたいわ。続いては、先ほども出てきた養老鉄道だ。養老鉄道では、4月29日に大垣車庫で養老鉄道祭りが開催されるぜ。
大垣車庫は、大垣駅の近くかな？大垣車庫は、JR との乗り換え駅でもある大垣駅の隣の西大垣駅に隣接しているぜ。開催時間は9時30分から16時で、入場は無料だ。無料なんて嬉しいわ。電車やモーターカーの運転台の見学や、車両撮影会、洗車体験、踏切の操作体験、鉄道の部品やグッズの販売などが行われるぜ。また、事前申し込みが必要な体験として、レール自転車の乗車体験や、車掌体験も行われる、いずれも往復はがきで申し込み可能だ。面白い体験ができたり、貴重なグッズが買えたり楽しそうね。続いては、4月に発売される予定の鉄道関連グッズの紹介だ。まずはこちらだぜ。東武鉄道は4月27日から、特急スペーシア X のランドセルの販売受付を開始するぜ。おお、これはかっこいい。スペーシア X ってとても特徴的な車両デザインだけど、そのデザインをランドセルに取り入れるなんてなかなか斬新ね。白と黒の組み合わせが高級感があって魅力的な感じがするわ。鉄道車両がモチーフということ以前に、こういうデザインのランドセルとしてもとてもかっこいい感じがするよな。スペーシア X のデザインがいかにかっこいいかってことよね。少し大人な感じもするわ。前面にはヘッドライトの形の反射板があって、側面には特徴的な形の窓もデザインされている。かぶせを開けるとスペーシア X のロゴが描かれているぜ。鉄道好きなお子様がいる親御さんはぜひ。販売受付は東武百貨店池袋店7階のランドセル売り場にて、数に限りがあるからお早めに。続いてはこちらだ。京成電鉄では、鉄道娘、中山ゆかりオリジナルグッズを発売中だ。4月12日から新たにタオルハンカチ2種が発売されるぜ。鉄道娘といえば、全国の鉄道会社のキャラクターよね。そうだな、タカラトミーの子会社のトミーテックが展開していて、全国に実在する鉄道会社で働いているという設定のキャラクターで、鉄道制服コレクションという副題の通り、それぞれの鉄道会社の制服を着用したキャラクターデザインとなっている。ご当地キャラクターって感じね。4月に発売される京成電鉄の鉄道娘、中山ゆかりのタオルハンカチ2種は、各500枚の限定販売となるぜ。ファミリーマートの京成上野駅店、京成高砂駅店、京成八幡駅前店、そして京成津田沼駅構内店の4店舗で販売されるぜ。全国の鉄道娘グッズを集めている方はぜひ。ということで、以上、4月の鉄道関連情報だったぜ。視聴者の皆さんも、4月のおすすめの鉄道関連情報や、楽しみな鉄道関連のイベントがあったらぜひコメント欄で教えてほしいぜ。よろしくお願いします。それでは、今回の動画はここまでだぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたら、とっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。